どうもこんにちは、プレシアの木島です。本日は女性ががっかりする男性からの LINE というテーマについてお話をしていきます。女性はね、男性と違って友達同士で頻繁に LINE を使ってコミュニケーションを図っています。一方ね、男性は必要な時にしか LINE を使わないので、女性に対してね、正しい LINE の送り方を知らない人が多いように感じるんですよね。でそこで今回は男性に送られて女性ががっかりした LINE の内容をご紹介していきたいと思います。これはね、あくまで私の主観ということではなくって、私の友達とか、あとは女性会員さんから直接聞いたお話になります。もしあなたもね、気になる女性に送ったことがあるんであれば、今後はね、使わないようにお願いします。この失敗をしているのはね、やはりコミュ力の高い人ではなくって、低い人に多くって自滅しているパターンが目立つんですよね。で、 LINE は会えない時の必須手段になりますので、まずはね、女性に嫌われる LINE 内容は何かっていうものをね、把握しておいていただきたいなと思います。はい、それでは本題です。女性がキモいと感じる LINE は、まず可愛いとかね、容姿を褒める LINE になります。これね、会っている時に言われたら、シンプルに嬉しいんですけど、デートをしている時は何も言わないのに、デートをした後ですよね、デート直後に、今日の服は一段と可愛かったねっていう風にね、 LINE で言われると、正直ね、気持ち悪いなと思っちゃうんですよね。これはもう単純で、そう思ってるんだったら、なんでデート中に直接言ってくれなかったのって女性は思うからなんですよ。それにね、そう口に出さずにそう思われていたのかと思うと、女性としては鳥肌立っちゃうんですよね。男性は男性で恥ずかしいとかね、面と向かって褒めるのは照れくさいと思う人がいるんでしょうが、それなんだったらね、もう LINE でも褒めないでください。褒めるんだったら会った瞬間、変な間を開けて褒めてしまうとすごく違和感だし、今更っていう風にね、疑問符がついてしまって、女性は素直にありがとうっていう風に思えなくなります。褒めるなら会った瞬間、おはようっていう挨拶ぐらい自然にね、今日も素敵だねっていう風に言えるように、お母さんで練習してもらったら思います。はい、次は、会っている時は喋らないのに LINE だとおしゃべりで強気になる男性です。シンプルに言えば、こう内弁慶なタイプの男性になるかなと思うんですが、これもね、先ほどの男性と似ているんですけど、直接会っている時は女性がね、一生懸命話を振って会話をつなげないと喋ってくれないのに、なんだか LINE になると急におしゃべりになる人っていますよね。これね、自分がやっていると違和感に気づかないんですが、人にされるとかなり違和感なんですよね。会っている時はあんなにね、おとなしかったのに、 LINE ではめっちゃ饒舌で長文 LINE を送ってきたりとか、次会った時は君をハグしたいとかね、なんかすごい積極的な発言が目立つのに、いざ会えばね、なんかすごいモジモジしてハグどころか喋りもしないとかね、こういう男性は女性からしたら言ってることとやってることが違う人っていう風に認識されますし、口ばっかりで行動できない人っていう風な印象になるから、全く信頼してもらえません。直接会って話している時も LINE でも、話口調が変わらない男性の方がまだいいですので、LINE だけで強気になっている人がもしいればね、それは控えていただきたいなと思います。はい、続いては、付き合ってもないのに恋人かのような LINE を送ってくる男性です。女性の多くは経験してるんじゃないかなと思うんですが、恋人のような LINE はどんなものかといえばね、例えば、今日は何してたからの、遊びに行った中には男いなかったとか、心配になるから男友達と遊ぶのやめてよねっていう風に、なんかこう彼氏面して言ってくる男性とかね、あとは毎週日曜日はデートをする日だと勝手に決めてね、日曜日に女性が予定を入れていたら不機嫌になる男性とか、俺はこんなに好きなのにとね、自分の好きを勝手に押し付けてくる男性とかね、こんな独りよがりな行為では恋人同士にはなれないんですよ。大人になると付き合うっていう行為がね、曖昧になりがちなんですが、結婚を意識している女性はきちんと告白をしてもらって、正式にお付き合いをスタートしたいというふうに思っております。なので、毎週日曜日デートをしているからイコール僕は彼女と付き合ってるんだっていう勘違いをやめてね、きちんと言葉にして彼女に好意を伝えてあげてください。それでね、嫌な顔をする女性はまずいません。それになんとなく体の関係を持って恋人同士っぽくなってるっていうのは、男性にとってはね、非常に都合がいいことで、もう女性にとっては不都合なんですよね。誠意ある男性であればきちんと言葉にして女性に好意を伝えてあげてください。はい、次は LINE の未読とか既読に敏感な男性ですね。気になる女性に送った LINE がね、既読になったかどうかとか細かくチェックしている人はね、女性に固執しすぎで、それがね、女性に伝わって自滅してしまうパターンがあるんですよね。朝送った LINE が割とすぐね、既読になったのに、彼女からの返信がずっと来ないなとか、じゃあ今来ないっていうことは、おそらくね、昼休憩中には返信してくれるだろうと思ってずっと待ってたのに、お昼過ぎても彼女から返信が来ない、なんで、僕何かしたっていう風に、一人
人で悶々と考えて仕事も手につかないっていう男性もいると思うんですよ。こんな風にね、 LINE というツールに振り回されている人がね、少なからずいるんですが、 LINE もそうなんですが、きっとこれからもね、とても便利なツールが世の中に登場してくると思うんですよ。そして私たちはそれを使うことになりますよね。でもその時に大切なことは、そのツールにこう振り回されるんじゃなくって、自分がね、そのツールをうまく利用することが大切なんじゃないかなって思います。だってね、せっかく LINE っていう便利なツールがあるのに、その LINE 画面にグッて張り付いてね、彼女からの返信が今か今かって待っているのって全くの時間の無駄じゃないですか。彼女にもね、彼女の都合があるわけなので、自分の都合ばかり押し付けてね、何時に既読になったのになんで返信してくれないのとか、僕なんか言った、嫌われるようなこと言ったとかね、そんな風に被害者意識全開で彼女を問いただしてしまう人とかもいたりするんですけど、こんな LINE が来た時点で女性ってもうその LINE に対して返信したくなくなります。返信できる時間があったとしても返信してくれなくなりますからね。ただね、こういうことを心の中だけで、自分の中だけで思うっていうのはまあ自由なんですよ。言葉に出して言わなければいくらそう思ったって自由なんですけど、 LINE でわざわざ送ったところでね、彼女の返信がいつもより早くなるとか、自分を好きにさせることはまずできません。それどころかね、嫌われてしまうだけですので、 LINE を送る際は一度ね、こうメモ帳か何かに下書きをして、そして1時間後に冷静な頭でそれを読み返してね、でそれを読んだ相手が不快にならないかどうかっていうのをチェックした後に、彼女に LINE を送るようにしてあげてください。はい、次は今日空いてるっていう突然のお誘いです。これね、彼氏彼女の関係だと突然のお誘いでも全く問題ないんですけど、まだ友達同士の時にこのような誘いをするとね、あんまり女性からいい顔をされません。なぜなら、今日の誘いを今日するっていうのは暇を埋める要因にされてる気がするじゃないですか。例えばね、今日会う人からドタキャンされたとか、入っていた予定が流れたとかね、時間が空いたからこの女性さあそうっていう感じで自分誘われたのかなっていう風に思ってしまうんですよね。女性って結構そのあたりすごく勘ぐっちゃいます。本当にね、だってこの人と会いたいって思うんであれば、断られる可能性大ありなね、当日誘うことってまずありませんよね。だから女性は今日のお誘いを今日されると、この人にとって私ってその程度の存在なのかなっていう風にこう残念な気持ちになるから、今日のお誘いを今日するのは、まあ、極力ね控えた方がいいと思います。はい、ラストは名前を間違えられた LINE が男性から届くというパターンですね。私自身も本当によくね、名前間違えられるんですよね。私の名前の漢字って来る島って書いて木島って書くんですけど、普通の木にね、島はもう定番で、例えばなぜか木っていう漢字は合ってるのに、島はね、なぜか余計な山辺がついてたりとか、貴族の木に島とかね、もうね、よくそんな間違いするようなって笑えるぐらい、もう私はね、名前の漢字を間違えられるのはもう慣れすぎてしまっているんですけど、それはそうとね、お見合い相手に自分の名前の漢字を間違えられるっていうのは気持ちがいいものじゃないじゃないですか。人の名前を間違えるのはね、一番やっちゃいけないことだと思うので、コピペでも変換して出るようにね、スマホの設定をしておくなど、絶対に人の名前の漢字は間違えないようにあなたは工夫しておいていただきたいなと思います。あとは並行している女性の名前を間違って別の女性に送ってしまったとかね、まあ、今はね LINE だと送信取り消しができるので消すこともできるんですが、もしね彼女に見られてしまったら、もうそこでもう即終了なわけですよ。でね、これ並行すること自体は決して悪いことではないんですよね。女性も並行している男性がいると思うので、まあ、その辺はもうお互い様なんですけど、ただね、やっぱりこうそれでもマナーとして並行していることは伏せておくものなんですよね。だからあなたが並行していることを女性が知ってしまえばね、その時点で少なからず女性の気持ちって下がってしまいます。ただね、男性は男性で遊び半分でね、結婚相談所で婚活をしてる人っていうのはいないと思うので、せっかくつながったご縁をね、名前を間違えて送るっていうボンミスで切ってしまわないように、女性の名前を打つときはもう細心の注意を払って送るようにしてください。まあ、LINE はねとても便利なんですけど、使い方をね誤ってしまえば一瞬で嫌われてしまう原因にもなります。最低でも今お伝えしたことはしないように婚活に取り組んでいただければなと思います。ということで、このチャンネルでは結婚相談所を運営している私が婚活男性に向けて最短で結婚できる婚活ノウハウをお伝えしているチャンネルになります。この動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録までお願いします。ありがとうございました。